ドイツブンデスリーガは8日、1月の月間、ベス、ルーキー候補3選手を発表した。アルミニア、レフェルトの日本代表 MF、同安市立もノミネー、されている。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、つでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し見、中、今季加入したビーレフェルトでリーグ戦、試合先発出場を続けている同安は、1月に、行わ、他6試合にもすべて先発して、ほぼ、フルタイムで、1月20日のシュトゥットガルト戦では、自身の1得を含めて、全3ゴールに絡む活躍で3-0の快勝に、剣した。アルミニア・ビーレフェルトのプレーに違いを生み出すのは明らかに、立道んだと、リーグ公式ウェブサイトは、同安を称、今季は、オランダの PSV からのレンタルで在籍し、いるが、アルミニアは今季以降も彼を引き止めたいだろうと述べている。攻撃に創造性を発するだけでなく、献身的なプレーで、チームに献していることにも言及。ハードワークでも、を助けてくれるというウーベ・ノイハウ監督のコメントや、1月の試合で1試合平均約 11km の行距離、約29回のタックルなどを記録したこと、とも伝えている。同安の月間ベストルーキー、ホノミネートは10月と12月に続いて3回目だが、杉、2回は投票で受賞を逃した。今回は、フライブルで1月に2得点を挙げた FWL メディン・デミロ、チと、シャルケで、ハットトリックを含む5得を挙げた FW マシュー・ホッペの2人と受賞を総量。